VZ-52 小銃とは、第二次世界大戦後ほどなくして、チェコスロバキアで開発された、半自動小銃である。この小銃は、しばしば誤って、CZ-52 と呼ばれる。正式名称は 7.62mm、サメーニバイジェチプスカベザー52。VZ-52 はベザー 52, つまり、モデル52の省略形である。 本銃は独自の 7.62X45mm 弾を使用し、信頼性と精度の両方を持つとみなされている。VZ52 の最初の5 0長は、ポバシュカビストリツアのパバススクストローヤーンで生産された。ただし製造上の困難から、本銃の量産は、チェスカザブロージョブカハースキーブロッドに引き継がれた。ガスシステムを示すためにハンドガードを除去した VZ。 52. スリングの取り付け具に近い位置のナットは調整用ナットの止めナットである。明るい色のがスピストンとロックナットの間に調整用ナットがある。オペレーティングロッドは外され、銃の脇に置かれている。VZ52 は肩に当てて射撃する半自動小銃である。ティルティングボルトによる閉鎖機構を備え、これは ショートストロークの感情がスピストンシステムで作動する。銃のボルトは2個のラグで固定され、レシーバーに機械加工されたスロット内部にはめ込まれる。ただし、数多くの垂直薬質閉鎖機構とは異なり、この小銃のボルトは機構を閉鎖するためにボルトを前方に傾けるという独特の特徴を有するが、他のティルティングボルトの設計では、ボルトを後方に傾ける。 ピストンは、重空からの残留ガスによって動かされる。重心を包んでいるスリーブにガスが入り、その圧力を受けたピストンが、ボルトキャリアとボルトの質量及びリターンスプリングの抵抗を打ち消して進みし、薬室の閉鎖を解除、ボルトキャリアを交代させて空薬莢を排出する。ボルトキャリアが、再び前進する際に、断層から新しい銃弾が押し出され、 薬室へと導かれる。重心は圧入され、レシーバーにピンで固定されている。手動の安全装置はトリガーガードの内部に配されており、射撃手の人差し指で操作される。本銃のトリガー機構はアメリカ製の m 1ガーランド半自動小銃で用いられるものとよく似ている。コッキングハンドルはボルトキャリアに組み込まれており、小銃の右側に位置している。 この配置は射撃手が照準の妨げなしに照準を再装填できるようにしている。この照準にはオープンタイプのアイアンサイトが付いている。全部の照製には大いが付き、後部の V 字上照門はスライド式の小尺に乗り100メートルから950メートルまで行角を調整できる。また、レシーバーにサイドレールを装着し、 これに、昼夜関係用の光学照準機を装備できる。ストックはクルミ、または、ブナから削り出されており、高架色に染色されている。重傷部分には、クリーニングロッド、オイルボトルと付属品の収容部として用いる、中空の端部が設けられている。また一体型の折りたたみ式銃剣が付属しているが、これは、銃の右側に刻まれたくぼみに収納できる。 VZ-52 の球団は着脱可能な10発入り箱型断層から行われる。ただし、ボルトを交代させ、ストリッパークリップによって素早く相談することも可能である。この用途のため、ボルトキャリア前面には、ストリッパークリップを差し込むガイドコーが機械加工されており、ボルトキャリアが開け位置で固定された際には、断層の真上から弾薬を押し込め無効ができる。 不評たちには、小銃一丁につき二個の弾倉しか供給されなかったため、小銃に相談するためには主に、ストリッパークリップが用いられた。本銃の、ハイサヤは、空薬卿を、左前方へと強く弾き出す。ソビート連邦が 7.62EX39mm 弾を、採用するよう圧力をかけた後、チェコに存在する小銃は、 ソビエト規格の後継へと改修が行われ、さらに生産された小銃はすべてこの後継の弾薬を使用した。また、v z 五十二五十七へと故障が変更された。v z 五十二五十七は重心と弾倉を除いて、ほぼ同一である。あまり一般的な加工ではないが、v z 五十二五十七は通常、クロムメッキされた重空と薬室のために、 状態の良好なものが多い。VZ-52 の弾装は VZ-52、57でも装着できるが、信頼性のある球弾はできない。儀乗用の仕上げを施された VZ-52 を傾向するプラハ城の衛兵。チェコスロバキアの任務で用いられる VZ-52 系列の小銃は、すべてが速やかに VZ-58 へと更新された。 ただし冷戦中、初期に作られた小銃は、ソビエトの友好組織での使い道が見つかった。グレナダ、ソマリア、キューバ、また、アフガニスタンで任務に用いられ、こうした小銃の多くがゲリラに渡っている。ありがとうございます。